平野紫仕様、日テレ、グルナイ出演が大不当の中ファンから諦めてた感想が漏れたわけ。裏にある創業家との関係性、緊急会談への怒りも、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 QNG&OPS の平野仕様26が5月18日のグルナイに出演することが明らかになりファンが湧き立っている。18日に放送されるのはンティナ992時間スペシャル通称グルナイ日本テレビ19時からこのゴチビップチャレンジャー企画に平野が出演することが11日に公開されると ツイッターでは、グルナイ2時間 SP というハッシュタグがトレンド入り、感極まるファンも続出した。ファンが騒ぐのには理由がある。平野の単独バラエティ出演だ、あまりにも久しぶりと感じられるからだ。同番組に平野が出演するのは実に3年ぶり。 ゴチ初参戦は、2020年4月2日放送の、ぐるぐる992時間スペシャル、うち企画、グルメチキンレース、ゴチになります。21、だった。当時ロケが行われたのは東京半蔵門にある高級フランス料理店王号、あるゴで、ジャニーズ随一の天然とされる平野さんは、食リポでも遺憾なくその個性を発揮。味は、シャキシャキしてます。 とユニークなコメントを炸裂して、場を和ませていましたね。テレビ編集者、四角平の仕様が干されていたファンが思う根拠とは、今回、テレビ欄には、黒歴史大公開後知天然食リポは健在、と記載されてより再び平野のナチュラルな姿が拝めそう。そんな中、ツイッターでは、歓喜の声とともに、やばいつぶりの単独バラ出演 キンプル以外でバラエティ出るのほんといつぶり疑問符もう正直諦めてた上地にしそうだったよ。など、5月13日でレギュラー放送最終回を迎えるグループの冠無理番組、KNG&PINSL。日本テレビ毎週土曜13時30分。 から以外のバラエティ番組への平野の出演しかも単独での出演があまりに久しぶりだという指摘が多数上がっている。女性指揮者が説明する。ジャニーズは創業者であるジャニー北川三共年87を下うジャニー派現社長の藤島ジュリー恵子さん56が目をかけるジュリー派、そして元副社長の滝沢。 秀明アキ41が手掛ける滝沢派といった派閥が絡み合いキンプリはジュリー派だった。ただし、ジャニー氏のお気に入りだった平野さんだけはジャニー派です。そして、2019年にジャニー氏が亡くなり、ジュリー氏が社長になった後から、キンプリメンバーの中でも、目に見えて平野さんだけ単独でのバラエティ出演が減少。ファンの間でも話題になりました。 四角ジャニー北川氏に恩返しを誓っていた平野、もともとダンスをしていた平野は、光源氏や少年隊、田原俊彦らの振り付けを担当していたボビーヨーシの死のレッスンを受けるため状況。その際、ジャニー氏を紹介され、直々にスカウトされている。ジャニー氏と平野の蜜月っぷりについて、前での女性指揮者が続ける。 平野さんは2012年に入所すると関西ジャニーズ JR として活動を開始。すぐにジャニー氏の指名で、向井康二、28、現在スノーマンメンバー、金内衆身さん、26、現在は退場して美容師のユニットキーンキャンニー、加入しました。 2016年にジャニー氏は自身作演出の舞台ジャニーズフューチャーワールドフロム提撃トゥ博多の座長に当時19歳だった平野さんを抜擢しています。JR メンバーの座長は初めてでジャニー氏はその才能を高く評価していました。そんな平野は2019年5月2日日刊スポーツの令和に誓うというコーナーでデビューする時から 海外で活動するというのを一つの夢として掲げさせてもらっていますと発言。そしてそれは僕らの夢でもあるんですけど、ジャニーさんの夢でもあるジャニーさんは第二の親でもあるので、親孝行ですねと、ジャニー氏への恩返しを誓っていた。しかし、同年7月にジャニー氏は急性してしまう。四角樹林氏との面談、平野は何度もドタキャンされたのに、 カウアン氏は OK デラクタン。そして、平野、岸ユータ27、神宮寺ユ太タ25の今年5月22日での金プリ脱退と退場、岸のみ今週退場が発表された後の2022年11月10日発売の週刊文春文芸春秋社では、平野がジュリー氏に面談をこうも何度もドタキャンされたという話が報じられたのだ。 平野さんは脱退退場を決断する前にジュリーさんに何とか思いを伝えようとしていたと言います。しかし文春によれば、ジュリー氏は、なんで一人で来るの仕事の話なら5人できなさいと冷たい態度だったとか。文春の報道により、ますますファンの間では平野さんのことをジュリー社長が心よく思わず、恣意的に干しているという確証ができてしまったのです。前での女性指揮者。 さらに、ファンが怒りを爆発させたのは、先日の元ジャニーズ JR、カウアン・オカモト氏26の報告だった。カウアンさんは4月12日日本外国特派員協会で記者会見を行い、ジャニーさんからの性的被害を告白しました。その上で、5月5日に配信されたお笑い芸人ジャーナリストの高松奈々さん。 29の YouTube 動画に登場し、ジュリーさんと直接会ったと明かしたのです。時系列を考えると、これがかなり緊急の対談だったことが伺えます。全能。なお、カウアン氏はジュリー氏についてイメージと全然違った。在籍しているタレントや被害者の思いを感じた。 と、その印象を語りながらも、話した内容については、後日自身の SNS や事務所から発表がある、とするにとどめている。それを受けて、平野のファンからは、岡本花ワとは話して、平野潮とは話さないっておかしくないほんまジュリーさんの考えわからん、といった、がっかりするという声が紛失したのだ。だが、とにもかくにも脱退退場前に、 単独バラエティ出演が叶ったのは事実。キンプリヘイヤ仕様が大人気バラエティ番組で輝く姿を多くの人が心待ちにしている。近く、すっごく楽しみです。日テレを裸足で歩いていて、天然爆発で半換気平野仕様卒業前最後のバラエティ単独出演何食べるのかなワクワクが止まらないヘイヤ仕様。